さあ、本日も参りましょう。ミスターブスト道の戦国回し。本日は、ンがクる補足解説足利義明、本能寺の変黒幕先生信長とは、昭和はさあ、やっていきましょう。足利義明。 黒幕説でございます。さあ、本能寺の辺はですね、秋智光秀が信長を撃ったあの大事件でございますけども、まあ、いろんなね、黒幕説っていうのがあるんですよね。朝廷だったりね、家ズス会だったりとかね。そんな中に、この足利義明が光秀を動かして信長を撃ったんではないかというね、説がね、誠しや役で囁かれていたわけでございます。今回は、その足利義明黒幕説についてお話しするんですが、まあ、ぶっちゃけ、この足利 よし黒幕説というものはあまり信用度はね、今高くないと。それはなかったんじゃないかと言われているんですよ。ただ、なんでそんな足利義明が黒幕と言われるほどになってしまったのか。それには、なみなみならぬ吉明の信長へ対する憎しみというものがね、あったわけでございます。今回はこの吉明が 信長に対する憎しみを募らせていった過程を、信長と義明の戦いの中から見ていこうと思います。史実では、義明と信長の関係ってこうなってたんだと。それを知った上で、キリンが来るを見ていくと、よりね、物語も楽しくなると思いますので、ぜひ最後までね、ご覧ください。それでは行きましょう。まず、今までの従来の説だと、結構義明っていうのは、信長の 海儡政権となってですね、信長にいいように操り人形にされてしまって、それに不満を持った義明が、信長ふざけんなって言って、信長に対して反旗を翻して、信長保育も作ったっていうね、話がよくされることが多かったですが、これは麒麟が来るでも描かれている通り、実際のところ、信長によって操られていたっていうよりは、信長と、 足利義明の幕府による連合政権っていうのがね、成立していたっていうことが最近ね、分かってきています。なので、麒麟が来るでも、ああやって万所として、摂津遥門みたいな人物ができて、しっかり幕府は幕府で仕事してますよと。で、信長は信長で自分のことやってますよっていうのが描かれてましたよね。なので、信長と義明の関係っていうのは、あくまで最初は対等だったっていうのをね、えー、見て分かると思います。そんな中、これは今までの動画でもね、たくさん話してきましたけども、信長はどんどんどん,どん,どん敵を作ってしまって、気がついたら、 朝倉、浅井、武田とね、敵を周りに抱えているという状態になっていました。そこで、信長から、ああだこうだ、ああだこうだ、ガミ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 差傷をされていた義明は、信長への不満を募らせていき、あれこれチャンスじゃねと。今、武田信玄ガンガン来てるし、周り信長の周り敵だらけだから、今なら、 信長にふざけんなこの野郎って言えるんじゃねえかということで、よし信長を戦おうと決意したわけですね。吉明がみんなに呼びかけて包囲いを作っていったというよりは、それに吉明が乗っかったというような感じだと思います。やはり、吉明にその決意をさせた一番のきっかけというのはね、武田信玄の三方ヶ原の戦いだと思います。三方ヶ原の戦いで、あの特会イエスは古典版にされて、そして信長もね、援軍を一応は出してたんですけど、その援軍もやられてしまったと。ここで、吉明は心を決めて、 将軍の御内緒ですね。お手紙を武田信玄、浅井長政、朝倉義景それから松永久秀とか、信長にムカついてるよっていう人たちにどんどん手紙を出しまくったわけでございます。そして、義昭は浅井朝倉軍と連合して、大江へ出陣し、武田信玄とこの大江の浅井朝倉幕府軍ですね。これで、三濃の織田を攻撃しようと、挟み撃ちにして倒そうということを計画しました。これで信長絶対倒せるやんと思ってるわけですね。しかし、 信長さすがですねえ。めちゃめちゃ対応が早いんですよ。義明が各地に五代将を出している。自分を倒そうとしているってことを気づいた信長は、柴高津家、明智光秀、庭長秀、八谷頼高というですね、この早々たるメンバーに、大江にある石山砦っていう幕府軍がね、入っている砦を攻撃させます。で、一瞬で落としちゃうんですよね。速攻で、その砦を落とすわけですよ。義明からしたら、その砦とかを使って、この大海にね、陣を張って、信長を戦おうと思ってたわけですから、先に信長にその砦を潰されちゃったから、 やばいってなるわけですね。え、マジかよと。信長早すぎるやん。まあ、でも、大丈夫。信玄来てるし、なんとかなるだろうと思っていたら、この時、信玄の動きはもう全然緩やかになっていたんですね。というのも、信玄が病気で、もう、 まともに戦えないっていう状況だったわけです。ちょっとした信長の城を落とすのに、1ヶ月か2ヶ月ぐらいで、ね、すっげえ時間かけちゃってるんですよね。早きこと風の如しって言われた武田信玄が、まあこの低たらくですから、まあとてもじゃないけど、こう信長のね、スピードには対応できなかったわけでございます。ここで、あれとね、思った方もいるかもしれませんけども、この石山砦りで攻撃してのに、明智光秀いるやんってね。明智光秀だって幕府と信長とのね、両族で、一応もともとは幕臣だったはずじゃないのなんでこの、 幕府軍の取りを攻撃するのに普通に参加してるんですかってね、話になりますよね。もうこの時点で、三秀としては、もう坂本城をもらって、完全に気持ちは信長の方に移っていたってね、いうことがわかりますよね。将軍がご内緒を出して信長を倒すぞって言った時には、三秀は信長についていたわけです。ここをキリングクルでどのように描くのか非常に楽しみですね。はい、この後の展開にも注目でございます。そんな中で、細川藤高が信長に内通するっていうね、ことが起きるんですよね。本当面白いですね。細川藤高は本当に世当たりが上手いです。この人は、 幕府の方向集で、まあ、言っちゃえばもう義明の側近みたいなもんですね。ずっとそばにいてずっと昔から使えたわけなんですが、まあ、藤坂は相当先まで見えてたんでしょうね。いや、ここで義明様と一緒になって信長倒そうとか言ってたら絶対後で痛い目見る。そう思った藤坂はですね、こっそり織田軍と内通し出しちゃうんですね。全部この幕府の義明の側の情報を筒抜けにします。 信長に対してね。これ面白いですね。もしかしたらキリンが苦労の中では、この細川藤高がね、小田軍に情報を流すっていうところで、またね、コマちゃんとかがね、絡んでくるかもしれませんけども、こうぜひね、面白く描いてほしいです。そして、細川藤高からどんどん情報が入ってくるので、信長は何の苦労もなく、あっさりと幕府軍をやっつけることができました。義明は絶対絶命のピンチになるんですが、ここで信長は、 講和をしようとすするんですねそもそも信長に対してふざけんじゃねえって言い出したのは義明の方だったんだけど信長は義明様許しますよってねことを言ってるわけですここで信長は義明に対して面白いことを言ってるんですね今回のこの一件これは義明様が悪いわけじゃないと私に歯むかってきたのは義明様の本意じゃないですよねと義明様の周りにいる奉公衆たちが悪いんですよそいつらが義明様のことをそのかしたんでしょだから義明さん許してあげますよって言ってある意味義明にもすごく気使ってるんですね 義昭お前ふざけんじゃねえこの野郎って言うわけじゃなくて、いや、義昭さん悪くないよと。周りの人たちが悪かったんだよね。仲直りしよう。すごく柔和なことをやってるんですね。ここが信長の面白いところですよね。ふざけんじゃねえこの野郎って言ってぶっち切れてぶっ潰しちゃいそうだけど、取、ま、り、あ、をね、攻撃するときはものすごいスピードで強硬な攻撃を加えてるにもかかわらず、外交ではすごく柔らかいんですよね。しかし、義昭は信長にこんなに気を使ってもらってるにもかかわらず、うるせえ 俺は絶対にこうはなんかしね。えぞと言ってですね。徹底的に信長と戦うことを決意していくんですね。チャンネル登録よろしくお願いするでござる。近江の砦も落とされて、信長にガンガン攻め込まれてる。しかも武田信玄はもう病気で動けない。絶対絶命のピンチ、そこで信長が許してあげるよって言ってね。優しい手を差し伸べてくれているにもかかわらず、義昭がふざけんな。俺は信長と戦い続けるぞって言ったのにはですね。この人物の存在があったとも言われています。 松永久秀ですね。いやー、松永久秀やっぱりね、要所要所に出てくるんですね。松永久秀は、この時もうすでに信長に敵対して、吉秋につくことを決めています。まあ、これも散々ね、キリンが来るとか、今までの動画でも話しましたが、やはり松永久秀としては、奈良の山和の国をですね、切り取り次第って最初言われて、 この国は全部俺のもんだと思ってたのに、つい純慶が出てきて、それを信長が許しちゃうとかやってるから、やっぱ信長のこと信用できねえよってね、思ってたんだと思います。いや、将軍様ダメですよ。信長はね、あいつ嘘つきですから、切り取りしないって俺に言ってて、結局、与えてくれなかったじゃないですか。またね、いいようにされますよ。ここで信長と戦っとかないと。将軍様ダメです。あいつの言うこと信じちゃダメ。その言葉に乗って吉明は、分かった。確かに松永久美の言う通りだ。あいつはどうせ約束も守んねえし、戦うぞって言ってですね。 徹底抗戦の構えを見せるわけですそこで信長はあこれちょっと一回ビビらすとかなあかんかということでなんと京都の京の町に放火をしだすんですよね。これがねまた面白いんですけども、まあ、面白いとか言ったらね当時のその町に住んでる人たちにはね申し訳ないんですが信長は決して義明の御所とか天皇のいる代、ね、理を燃やすってことはしなかったです。なるべくそっちには火が行かないように京都の,その市民が住んでいる町だけをガンガン放火していったんですね。 これで吉脇をビビらせてやろうということをしたわけでございます。さらにこの時、この町がね、燃えちゃってるから、やばいっつって逃げてった町の商人とかいっぱいいるわけですけども、そういう人たちが盗賊に襲われたりとかしてるんだけど、それを信長は見過ごしました。かつて信長が上洛した時は徹底的にその京都の治安維持をして、えー、信長すごいじゃんってなってたわけですけども、今回信長はそれを全部見過ごしたんですよね。あえて盗賊とかにその町の人たちを襲わせるんですよ。これは 信長がね、無慈悲っていうわけではなくて、まあ、魔王信長のイメージだったらそうなんですけども、信長としては、この京都の町が火に焼かれて、盗賊がこう、ばっこして、えー、めちゃくちゃになっちゃってる。この状況、誰のせいですかっていうのを市民たちに問うてるわけなんですよね。将軍様が俺の言うことを聞かずに、俺に対して歯向かって、拒兵して、挙句の果てにこっちは許すって言ってんのに、法案を結ばない、その態度。これが、市民を全部巻き込んでるんだよって言ってですね、 将軍様が悪いんだよっていうことを市民たちにパフォーマンスするっていう意味もあったみたいですね。だから今日の街への放火なんて聞くとね、この魔王信長が全てを焼き尽くすみたいなイメージありますけど、意外とそうじゃなくて信長なりに考えがあっての行動なんですよね。そして信長はもう散々これだけやったから、もう吉明も値を上げるだろうと。お前もう頭下げてこいよと。 ねもう仲良い治りしようというふうに、信長は言ったんですけど、それでも義昭は動かなかったんですね。うるせえって、たとえ今日の町が火に包まれようが、俺はもうお前とは手は取らねえぞって言ってですね、めちゃめちゃ頑固なんですよ。どんだけ信長のことムカついてるんだと思うんですけども、とにかく義昭は頑固です。そして信長がもう最後の手段で使ったのが大木町天皇ですね。大木町天皇が将軍に、 もう、信長の言うこと聞きなさいよっていうふうに言ったんですよね。すごいですよね。本当に信長は、この朝廷、大木町天皇と仲良かったんだなっていうのはね、ここでわかりますよね。今まで信長といえばね、もう天皇とか関係ね、俺が一番じゃ、ナンバーワンだみたいなね、そういうイメージありましたけど、意外とこう、すごい朝廷に気に入られて仲良くやってるんですよね。面白いですね。さあ、そして、大木町天皇の直命によって降参した義明でしたが、まだ諦めてないんですよね。ふざけんじゃねえ、天皇に言われたからさすがに一回。 1回従うふりはするけど、俺絶対いつか信長を倒すと思ってるんですよね。義昭すごいですよね。ほどなくして義昭は再挙兵してしまいます。しかも今度は本願寺権務や毛利輝元って言った。西側の大きい勢力にもガンガンお手紙を出してですね。今度こそ信長を倒す。今度こそ倒すからお願い味方してくださいってね。この愛情を出しまくるわけです。で、この時。 本当は武田信玄はもう死んじゃってるんですよね。病気で死んじゃって帰ってってるんだけど、まあ、情報がね、届かなかったのか、足利義明は信玄の死を知らなかったとも言われています。だから、まあ、信玄もいるし、 本願寺と毛利が味方になってくれたら絶対信長いけるやろうってうねえ、気持ちがあったんだと思います。ここで再挙兵をして信長と再び戦うことになります。吉昭は信長へ作ってもらった二条城を出てですね、牧島城というところに牢城することを決めます。二条城には三つ淵藤秀が入って、織田軍を最初抑えてるんですけども、さすがに持ちこたえられずにですね、まあ、三つ淵藤秀以外の部下たちが、いやもう無理ですわ、信長さん着きましょうよってってどんどん裏切りまくったっていうのもね、あったっていう話もありますけども、二条城は陥落してしまい、結局この牧島城で、 本願寺や毛利、そして武田信玄の援軍を待つということになるわけでございます。しかし、先ほども言いましたけども、信玄は死んでますし、まあ、本願寺やね、毛利も、信長を倒すまでには至らずにですね、結局、義明は信長に降伏することになります。二回目の挙兵ですから、さすがの信長も、もうちょっと許せねえなということになりまして、もうダメだこいつ。完全に義明のことを見限って、まあ、追放するとなるわけですねで。この後、義明はですね、各地を放浪して、 あの、大阪から和歌山の方行って、そこからまた海でですね、広島の方に行くみたいな感じですね。最終的に、ビンゴの友というところに入ってですね、そこで、引き続き将軍として振る舞うというね、謎の状態になるわけでございます。本当に吉昭はね、放浪人生ですよね。最初に自分の兄、吉照が殺された後も、その奈良のね、幸福寺から出てさ、もうあっち行ったりこっち行ったりして、誰か助けてくれっ、つって、将軍なりてえよっ、つってあっち行ったりこっち行ったりして、放浪して、ようやく今日に来たかと思ったら、今度は追い出されて西の方に逃げてく。 もしかしたら、歴代の足利将軍の中で、一番移動距離の長い将軍かもしれませんね。そして、最終的に、毛利領の友に落ち着いた義明は、それまではね、もう放浪生活へとへとだったんですけども、毛利輝元のところについて安心したのか、よしもう一回やるぞとね、やる気をみなぎらせてですね、天下最高の義じゃと言って、また五内示を出しまくるんですよね。あっちこっちに。本当に、義明の執念っていうのは、すごいなと思います。そして、この、 義昭は執念を燃やして天下最高の木って手紙を出しまくっている中で本能寺の変が起きるということになるわけでございます。だからこれだけ執念のあったよしがもしかしたら明智光秀を動かして信長を倒したのかもしれないっていう義昭黒幕説っていうのが出てきたわけですよね。ただこの義昭黒幕説っていうのは冒頭にも言いましたけどもまあ今はあり得ないというふうに言われています。どれだけ資料を見てもその足利義明が昭が明智光秀を 動かしたっていうね、証拠はないわけですよね。もちろん、光秀は本能寺の変で信長を倒した後に、この足利義明に手紙を送ってるんですよ。義明さんよかったら今日と戻ってきてください。信長倒しましたよっていうことは言ってるんですけど、それまでに義明と光秀が仲良くしてて、義明に命令を受けて光秀が動いたっていうね、えー、ことはないわけです。もしかしたら、光秀の中に、この追放された義明をね、不憫に思って、ちょっと信長さんやりすぎなんじゃないの 信長を本能寺の変で撃ったら、吉、まあ、明を助けてあげようぐらいの気持ちは、もしかしたらあったかもしれないけど、実際にその黒幕っていうほど吉明が動いて、水秀を動かしたっていう証拠はないわけですよね。それに、足利義明は、この天下最高の義であってご内緒を出しまくっている時に、毛利輝元にお願いして、ぜひ一緒に上洛してくださいってことをね、言いまくってるわけですよね。もし足利義明が、事前にその本能寺の変を水秀に起こさせようとしてるんだったら、それを毛利に言わないわけはないんですよね。 毛利側が本能寺の変が起こるってことを知っていたら、秀吉の中国大返しは絶対になかったわけですから、そういった点から見ても、義明の黒幕説はないって言い切れますよね。そして結局、義明のことをよくするって言っていた光秀は、秀吉にあっさりと倒されてしまって、その後の足利義明がどうなったかと言いますと、秀吉に鹿とされてしまいます。 いやー悲しいですね。いや知りませんよ。なんか足利はそんな人いまいましたねみたいな感じで無視しちゃって最終的に秀吉の部下みたいな感じになっちゃって将軍職を辞任するという末路をたどります。幕府の最高はならず義明は、えー、そのね原の人生を静かに終えることになりました。今回足利義明の黒幕説っていうのはないというふうにねお話ししましたけどもこの信長と義明の戦いを見ていると義明がね並々ならぬ憎しみを 信長に持っていたっていうのはよく分かりましたよねまあ、それは足利義昭、黒幕説をね唱えるような人ができてもおかしくないなっていうね話でございましたさあキリング来るもん最終回まであと少しとなっておりますけどもこの足利義昭の動きどのように描かれるのか非常に楽しみですねこんな風に歴史を知った上でドラマを見ていくとねより面白さが増すかなと思っておりますので皆さんよろしければ戦国話しと一緒に最後までキリンが来る見ていきましょうそれではまたお会いしましょうさらばじゃん